暴力、攻撃、パニック、混乱。これは2022年5月28日にパリのスタッド・ド・フランスで開催されたチャンピオンズリーグ決勝戦の後に起こったことです。そうですね、このイベントはサッカーのサポーターはすごく楽しみしてました。で、勝ったのはリアルですけど、すごく大きな問題が起こりました。イギリスからとかスペインからいろいろなヨーロッパの国からサポーターが来ていたんですけど、その中でスタジアムに入れた人いたんですけど、入れない人もいました。なんでかというと、スタジアムは混んでいて、切符を買ったのにサポーターは外で待ってました。で、みんなはイライラして、なんで入れないの、でも切符買ったよ、お金払ったよ、入らせてください。切符を買ってなかった人もバリアを越えてスタジアムに入りました。そこから状況が悪くなりました。外で待ってたサポーターは泥棒にチケットを盗まれ始まりました。ということで、泥棒が来て切符を取って、で早く走って、多分どっかでその切符を売ります。だからサポーターはもっと怒りましたね。もう入れない、で外にいると盗まれる、だから次はどうなんだろう。だから泥棒とサポーターは喧嘩になって、でそこから警察は登場しました。で、警察は何も聞かずにサポーターと泥棒を区別せずに催涙ガスを使いました。で、その中で女の人もいましたね、子供もいましたね。目が痒くて喉が痛くて死ぬかと思った、それは子供が言ったことです。だからなんでそういういいイベントはこんなに悪くなりましたのかな、みんなが今考えてます。ツイッターでもフランス人も怒ってます。でもサポーターも怒ってます。フランス人の角度から、え、サポーターはたくさん来たんですけど、芝生はもう汚れてます、ビールとかゴミは全部汚くなった、みんな人の国に来るときにマナーを守ってくださいみたいな感じでツイッターでみんな書いてます。でもサポーターの方ではフランスとフランス人に文句を言ってます。まずは主催者は、なんでみんな全員が入るようにもっと準備しなかったんですかっていう文句を言ってる。で、そしてフランス人に対して、なんで盗まれましたか、楽しい時間を過ごそうと思っていたのに、なんで最終的に入れなくて盗まれましたかっていう文句を言っています。その結果、逮捕者68人です。受賞者はいないんですけど、来た人にとってすごく悪い経験でした。で、今みんなが言ってるのは、もしパリスにイベントをやるときにこうなるなら、そういうイベントはパリスでやった方が良くないと思います、みんなが言ってますね。で、それは問題何かというと、2024年にパリスでオリンピックスがあります。だからみんなは今言ってるのは、じゃあオリンピックスの時にこんな風になりますか、え、大丈夫ですかっていう心配があります。みんなはどう思いますか、誰のせいでしたか、主催者のせいでしたか、十分の席はステージの中に入ってなかったからですか、とかサポーターのせいですか、ちょっとフランスに来て暴れて芝生汚れて騒ぎをしてフランス人の迷惑になりましたか、とかフランス人のせいですか、なんかみんなを盗んで、あとは喧嘩して、で警察もサポーターを催涙ガスを使いました。みんなどうでしょうか、どう思いますか。このチャンネルではフランスのことに話したり、フランスと日本の違いについて話したり、フランス語も教えてますので、興味があったらぜひぜひ登録してください。あ、ビエント